うまいじゃないですか。すいません、これ上がります。はい、滑りは全然いいですよ。お、沢田さんいいな。そうするとこうやってやってくるんで、手前からです。手前出てるところはいいですよ。はい、その方がちょっと外腰が若干浮きやすいですけど、外腰カーッと沈めてくればすごく。意識してやって、うち足首からこうやって、その廊下でさ、こうやって動かす。さっき廊下後ろ見せたら、こうやって滑ってたから。で、内足首もちょっと曲げられて、はい、これが伸びやすいです。はい、うん、もったいない。